そもそも私自身の卒業というファクトがもうすでにあるわけでございます。そもそも私自身の卒業というファクトがもうすでにあるわけでございます。そもそも私自身の卒業というファクトがもうすでにあるわけでございます。だから卒業したという事実があるわけでございますって、これは主張なんですよね。そうですね、本当に。その根拠は証明書ではなくて、教科書が読めるとか、ちゃんとしたアラビア語、その書ける、答案が書けるとか、まずそれが第一ですよね。だからそこがアラビア語がどうのこうのなんて言われてる問題ですよ。だから卒業したという事実があるわけでございますって、これは主張なんですよね。 そうですね、本当に。その根拠は証明書ではなくて、教科書が読めるとか、ちゃんとしたアラビア語、その書ける、答案が書けるとか、まずそれが第一ですよね。だからそこがアラビア語がどうのこうのなんて言われてる問題ですよ。じゃあ次の優しい文章を文語で書いてもらいましょう。いいですか？緑のタヌキはタヌキうどんが大好きです。さあ書いてもらおうじゃないですか。